さあ、っていうか、これは、おやすさん死んでるの？生きてるの？死んでるなら気づけよ、お前。もう守るべき人は亡くなってしまったんだよ。ああ、展開が気になる。何かリアクションを起こしてください。来ました。帰ってきましたね、もう一人。おお、それはどうなんだ。 これで入ってきたんですね、前の時も。ああ、そして出ていくのか。出ていったよってことか。今は2時でしたね。2時に廊下から出ていくと。で、終わりましたね。時間もいい時間になりましたので。今回はこれで終わらせてもらいたいと思います。それでは UFO 実況プレイパート20、今回もご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。おはようございます、こんにちは、こんばんは。 UFO 実況プレイパート21やっていきたいと思います。では、102号室はやりきったので、出てるのは201と103。じゃ、103から行きたいと思います。で、これ今ちょっとプレイしてるのが12月6日、ちょうどパート20を上げた日なんですけど、ちょっとねー、ちょっとまだ、パート20の日の夜なんですけど、コメントの方で、おやすさんが死んだ時の、黒服の反応を見てほしいって書かれてたんですけど、先に救出しちゃって見れなかったんで、へこんでます。ああ、見たかった。あ、おお、なんか来た。あ、暖房がついた。あ、消えた。白ビワか。ね、そういう感じでちょっとへこんでます。ああ、なんで見なかったんだろう。まあ、ちょっとクリアした後に多分、ハードモードでも、同じですよね。話というか動きは。なんでクリアした後に一人でこっそり見ます。あと、犬の警察官はドギーマンじゃなくてビタワンっていうんでしたね。ビタワンとかよく覚えてますね。知ってましたね。あれがビタワンっていう名前なのは知りませんでした。ドッグフードで出てくるのってドギーマンか、ゴンタ君ぐらいしか思い浮かばなかった。
ああ、白ビワか。白ビワ嫌いだな。では次の時間も行きましょう。11時。それと、102号室だったのに、ずっと俺101号室だと勘違いしてましたね。なんで、猫が降ってきたのは、202号室か屋上か。え、まだなんかいるの ?202 号室なら、窓があるんで、あそこからなら、落ちてこれますもんね。で、今回からケーブルをコンポジットから S 端子に変えたので、少し見やすく画質が上がってるかなと思います。ちょっとスキャナーやったら画面ちらつくんですけど。なんでだ。そういうチェックは先にやっとけっていうね。わからない。まだいますね。ずっといますね。ああ、そうだそうだ。コメントで確か P ちゃんが来た時に、センサーがここから光ってることに注目みたいなこと書かれてたんですけど、もしかしてあれは、別のもいるってことなんですか？か？か？ちょっとこの時間終わったら、101号室に行って、P ちゃんのいた時間に行って、ちょっと部屋中バシバシ撮ってみましょうかね。では一度、現像にしてから。じゃあかさ、お、いた。やっ、お、白岩のバッチシーン。寒いな、寒いな。やりました。じゃあ、あの位置でエアコンついた時に取ればいいんですね。あ、なんかいる。左下。どの辺だ？電源のちょっと下ぐらいですね。じゃあ、後でまたあれは取りに行きましょう。では、ちょっと101号室に寄り道を。この時間ですね。はい、到着。わかった、わかった。ああ、そういうことですね。ああ、多分わかった。多分別の宇宙人がいるわけではないですね。